さっきはよくもやってくれたわね。今度は負けないんだから。ああ、俺の仲間を傷つけたツケ払ってもらうぜ。武者修行の成果を見せてやるぜ。そこ伸びろ。はっ、おりゃくせっ、ちょ、ぶけ、そんな、くそ、伸びろ。はっ、おりゃ、クリフォード、敵を乱して、クリフォードさん、負けずだ。そこ伸びろ。そべ、おりゃ、ぶぶけ、大丈夫か。よっしゃ、適当にやってみるか。こいつを食らえ。レント暴れてこい。くめっ、伸びろ。そうだ、くめっ、直接ガッチョ、頑張ろう。援護は任せな。そこ、くっ、伸びろ。とりあえず、そんなち、頑張ろう。ほらよ、うぶけ、くそ、そんなこともできるんだぜ。それ伸びろ、もういっちょ。とりあえず、せっ、ほらよ。適当にやってみるか。こいつを食らえ。そこ、ふっ、うわっ、伸びろ。えっ、ちょっ、そうだ、クリフォードさん、負けずだ。そこ、せっ、こんな技もあるぜ。援護するよ。何を使おうか。戦況を変えるよ。はっ、おりゃ、しまった、伸びろ、正解、連続よ、どうだ。ナイス、寝たいよ。そこ、ライザー、いけるか。はっ、おりゃ、ほらよ、どうだ、伸びろ、そこ、連勝。はっ、おりゃ、つくわ、正解、連続よ、どうだ、どいて。こんな技もあるぜ。そこ、はっ、レッキリさん、頼みます。正解、任せる。はっ、何を使おうか。戦況を変えるよ。そこ、はっ、おりゃ、伸びろ、せっ、ほらよ、ふっ、何を使おうか。一気に行くよ。ほらよ、うん、援護は任せな。クリフォードさん、お願い、連続よ、そうだ、まだまだ、ふぶけ、これで正解、連続よ、どうだ。セリさん、頼みます。どれが効果的かしら。これで終わらせる。何を使おうか。
一気に行くよ。そこ伸びろ。さあ始めるよ。何を使おうか。これで連続よ。どうだ。行け。冷たいよ。そこ。俺の出番だ。行け。行け。何を使おうか。一気に行くよ。背中は任せろ。そこ引きなさい。レント生まれてこい。よっしゃ、適当にやってみるか。決まってくれよ。レント、暴れてこい。援護するよ。クリボード、そうだ。クリボードさん、お願い。連続よ。どうだ。そんなことまでいけるんだぜ。それ連続よ。どうだ。行け。吹き飛びなさい。固まってるならやっちゃうよ。さてどれにするかな。こいつを食らいやがれ。そこ正解。連続よ。どうだ。伸びろ。行け。行け。これで連続よ。どうだ。伸びろ。止まろ。動け。連続よ。どうだ。そんなこともできるんだぜ。そいつはどうだ。止めてやってやる。伸びろ。連続よ。どうだ。大佐、力を見せろ。始めるよ。戦況を変えるよ。くえっ、ちょっ、そだ。伸びろ。うや、行け。けっ、せーだ。連続よ。どうだ。任せ、寝たいよ。くどいて。この距離だ。背中は任せろ。しびれてみるか。くえっ、こいつは強烈だね。まだまだ追って砕けろ。あなたたち、脅威は去ったみたいね。もっと経験を積めってことか。私もまだまだ成長途中のようで。もっともっと強くなるぞ。やった。本当に倒せた。あんな大きな相手を。パティ、怪我はないかい？はい、タオさんも無事みたいですね。しかし、何だったんだあの石像は。どうしてこんなところにいたんだ。なんだ、あの光ってるやつは。おい、むやみに近づくんじゃ。レント、多分大丈夫よ。ちょっとだけ見てて。
味なやつだな。レントだったか。遅くなったが助けてくれた礼を言わせてくれ。私からも本当にありがとう。礼なんかいらねえよ。むしろ俺はお前らに謝らなきゃいけねえんだからさ。この前はひどい態度取っちまって本当に悪かった。旅に出てからいろいろあってさ、俺少しイライラしちまってて。そうだったんだ。けどゼフィーヌさんに言われて思い出したんだ。お前たちのこと何よりも大切な友達だってことを。だから俺あんな態度取っちまった後だけど、やっぱりお前たちと一緒にいたくてさ。もちろん大歓迎だよ。バカだなレントは。そんなの僕たちだって一緒だよ。そうだよ、またレント君が一緒に来てくれるなら私も嬉しいよ。お前ら許してくれるのか。当然じゃん、友達なんだからさ。ありがとな、またよろしく頼むぜ。私もみんなに謝らなければならない。ごめんなさい。セリソン、私はあなたたちの力を利用したこの遺跡にどうしても来たかったから。見ず知らずの私を仲間に加えてくれたあなたたちの優しさを利用してしまった。ごめんなさい。何かすごく大切なものを探してたんだよね。そうじゃなきゃ見ず知らずの私たちとこんな危ないところに来ようなんて思わないだろうし。確かに私たちが悪い人だったら利用しようがなかったよね。少なくとも悪い人たちとは思わなかったってことだと思うし、気にしてないよ。あなたたちのその優しさに甘えるみたいになってしまうのだけれど、もしよければこれからもあなたたちと一緒に行動したいの。探してるものってそんなに大切なものなんだ。それもあるけど、今回の探索を通じて思ったの。あなたたちの力になりたいって。うん、そういうことなら大歓迎だよ。よろしくねセリさん。一気に仲間が増えたね。なんだか楽しくなってきたよ。まあ遺跡の探索はこれくらいにして一度町に戻らないか。そうね、次の遺跡の手がかりも探さないとね。ワクワクするね。